どうも、パフォーマンストレーナーのの之助です、えー。今回はですね、えー、初めてですね、The Boys to Boys t っていうことですけども、w l o r っていう曲からかな。はい。な、え、ん、ー、でかというと、これ、K-Con でですね、確か、えー、The Boys さん入ってただと思うんですけども、えー、今回、 初めてですね。見たいと思います。えー、いろいろとこうリクエストが飛んできて、あ、また、あ、ボーイズさんはなんとなく、あの、存在は知っていたんですが、日本でこれだけ人,人気あ,あるんでしょうね。ただ、僕、あの、傾向のね、会場いましたけれども、韓国人の方も多かったですね。本当に。あかりのところ、あそこもう本当韓国語ばっか聞こえてたけどね。それでですね、ザ・ボーイズファンド、これ、ファン何名はあるのかな うん、ちょっとわからないですが、平均年齢がだいたい24、5、6だしですね。こう、ウィキペディアちょろっと見てますけど、基本的に僕はあの初めて、えー、パフォーマンス見るときっていうのは、あまりこうバックグラウンドをリサーチせず人の動きを見るという。でダンスの表、自分でもダンスあのちょろっとやって、趣味程度でやってますけども、あの僕はあの人の動作というものを トレーニングというものでこう回復させていくっていう仕事をしているのでそのえ例えば関節の動き方の質感だったりとかあとはそのなぜそういう質感になるのかとかね我々のこうサイドというか運動のスペシャリストの目線でいろいろ解説だったりをしていますはいなんで名前とかもあんまり覚えるのが得意ではないんですがえとにかく人のダンスを見る 動きとかね、ダンスとか見るのがもうすごく好きなんでね。はい。新しい面。ま、た新しいですね。グループ見るの楽しみですね。それでは行きましょうお。赤髪がいる。赤髪くん。うお。ちょっと待てよ。この初速で分かったけど。 結構バチバチに来んのかなこのメンバーは。日本でどれぐらい人気あるんだろうねうー、切り返し早いっすね。股関節柔らかいみんな。うぃー。うぅー。綺麗な足抜き。うえ なかなかこういった動きで合わせてくるグループあんまないっすよね事務所どこなんだろうう,うわもうこれバチバチの韓国だねくわこの子いいなんか この左のハットのこの子なんか体の質感というか体強そうだなブレーキンしてそううぅおい引っ張るうんすごいですねこの子も股関節の独立ほらここですねテ取りっつってね あの僕用語が結構あるんでうわすごいセンターのカーライメント綺麗こういう風にねまあ接地面ができるだけ薄くしているっていうのはこれはもう何の競技でもそうなんですけどもいわゆるよく一本立ちとかよく言うじゃないですか知らない <laughs> まあバレエとかもそうですけどもまあいわゆる軸っていうものをこう 地面に対して直立に取った時に、できるだけ接地面って薄い方が上の関節の可動が大きく表現できるんですね。いわゆるベタになるほど関節ってこう、僕らよくもたつくって言うんですけど、で、やっぱりこれだけ芯、いわゆるすね、よりゆ骨と肥骨がしっかりこう、ぴってまっすぐあの働く。まあ、これは、あの、芸術、絵角としてもそうですけども、すべて円と線で、 点でで、えー、人のの芸術っていうのが見えるんですよね。でそこに対してこうおわおわっていうあれが出てきてしまうとあの人間ってこう感動らいというかこう重いんですよね情報的にだからよく言うシャープとかその体の動きとかがシャープだったりとかその足の関節のまとめ方ができるだけサッとこう入ってくるマイケル・ジャクソンさんとか特にそうですよね その、それをちゃんと維持しながら螺旋形の動きが入ってくるとめちゃくちゃかっこいいんですけど、そのためにはやっぱすごく鋭い安定性を持って、そこに対してこうみずみずしい可動域が入ってきて、それをコントロールするいわゆるコーディネーション能力が必要っていうね。あの、僕とかは年に1、2回だけですね、エリートアスリートのを見たりとか、ほんと何十人と体触ったりするんですけど、やっぱりみんな統一されてますね。 まあよく言うんですけど、アーティストとダンサーの違いと、いわゆる競技に特化した、例えばスケーター、スケートをやっているんだけども、スケーターとスケートをやっているアスリート、これ大きく違うんですよね。アスリート、まあアイドル、この僕らアーティスト業、結構似たようなところがあって、何かっていうと、何かをやるために、 その準備っていうものを徹底的にやっている人、技術だけガン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 磨くっていうのではなくて、もっとその先のこと、自分の体のフィジカルのことだったりとか、そういった食事だったりとか、この動きにするためには自分よくしとかなきゃいけないよねって考えられるのがやっぱりアスリートだ。で僕は こういったアーティストも精通してるところがあ,ってあると思うんですよ。人の見せ方、見せるためには肌の質も良くなっていかなきゃいけない、メンタルのコンディションも良くなきゃいけない、長本の、いわゆるその、情報の共有だったりとか、バイブスの共有が、ちゃんとできてから初めて人に見せるっていう準備ができるのがやっぱりアーティスト。そう、だからパフォーマンスもそうです。いいパフォーマンスするんだって、ダンスの技術じゃなくて、一つ一つの、一つ一つの、 一つ一つの体のスペックをちゃんと磨いていくっていうのが僕はアーティストだと思います現代のね厳しいねこのメンバーカッチカチやねふこうめっちゃ線綺れこの子セレルの子おおこれは稀に見ないねこれ あうーわ、めっちゃ減速する、このセンターの子。この足、これドラッグフィートってやつですね。このドラッグ、このね、これ素晴らしい、これ、右に乗ってっしょ、これ、右に乗って、移動したとき、この足にちゃんと重心が乗ってるからこそドラッグできるんですよね。で、右足乗ってるから左が浮いてるでしょ。 くわほら、これやばいわ。この子引っ張るわ。なんだろう、ちょっとバレエとか、クラシック、なんだろう、そういった系統やってたのかな。見せ方とかがそうだよね。いや、いい、いい腹斜筋してるわ、この子。ふうこれですよね。僕、これ好きだわ。この線のまとめ方。そう、こうね、首が、僕は、ま首、ま首入ると、こう、深みがちょっと出るっていう風に思う。 人たち結構多分目で追うとそうなんですけどねここちょっと奥行きが出るんだけどもあえてチェストをバーンって張るときにこう線とあと上の引っ張り、うん、この下とディスト,ディス,トディスタルってチコ骨がディスタルってあの筋遠位としたらこのヘッドも遠位としたらそこのしようバーンってこう上下に引っ張る感じっていうのかな難しいよね解剖学ってね 難しいけど聞いてくださいねはいだからこの地をねスっと捉えれる人たちこの使い方って難しくて股関節は下に行くじゃないですかだけども力の走りっていうのは上に走るんですよこれほんと感覚的なところ潰れてないんですだから背骨が上がるんですよ難しいでしょ反してるんですよリコイリング僕こ,こ,この関節の動きでは見えないリコイルなんですよね ある一種僕がこれ勝手に思うことですよこの子はとても好みでございますすこの引っ張りなかなか見ないねおっ see that boom there you go わこれほんとすごいね母子球から正子球全部使ってるから おおちょっと待って The Boys フィジカル高いなおおちょっとグックンみたいなね BTS の、ね、うう情報量多いうん素晴らしい これ線ですよね。こういう線作れるのめっちゃ綺麗ですよね。これが人間の目に一瞬映るこれ線なんですよ。あの、僕一回あの、北斎ですね。あの、のあの話をしたと思うんですけど、あの、全部彼の絵って、その、 全部こうコンパスでこう書けるようなそういうふうに設計されてるんですよね全てが計算された円と線で作られてるんですよねそれなんですよね人間だからダンスっても一種の芸術なわけですから,からあの人たち感覚がすごいんですよね本当に う,う,う,わうわ、これ高いね、フィジカル。これがさっき言ってたやつ。ボーン。ウェイトは下に落ちるじゃないですか。ウェイト下に落ちてんだけども、わかりますこら、この子も高いっすね。めちゃめちゃいい。ベルトラインが全く変わってない。うー、保つ。保つね、この運速 ううふふああいいっすねもう武道の世界ですねベンこれっすねうんこれねそう今最近あのアメリカでものすごく、えー、ゲームチェンジャーと言われて確かね YouTube のフォローもう100万超えてるあの いわゆるその体を使うコーチ、コーチがいるんですけど、ベン・パトリックさんって言って、2、nee、g o o v e r y o u r t a guy っていう人をリサーチしてみてください。あの、なんで彼がゲームチェンジャーって言われるかっていうと、よく、はい、膝はつま先を超えると、膝痛めちゃいますよみたいな、そんなフィットネスが主流,だ主流じゃないですか、今でも主流なのかもしれないですけど、あの、そうではなくて、 これと同じスタンスを作る ATG スプリットスクワットっていうのを推奨してるんですけどで何かって言うと人間のファンクションって人間の機能を考えると膝ってここまで曲がるじゃないですか膝が曲がった時僕の動画でも説明してるんでぜひやってみてくださいかかとっていうのは座骨にひっつくぐらいいわゆる正座ができるようにもちろん受動的な負荷がかかってますよ うん、能動的にはなかなかいけないですけども、受動的には曲がるように作られてるんですね。で、我々の筋膜や皮膚もそこにちゃんと、えー、順応できるように、いわゆる、え、弾力性を持って適合して伸びることができるんですよ。でも、現代に、まあ、そこら中になんか出てる、 分動動画ってててそれをを自分たちであえてリミットをつけてるの分かります膝はつま先を越えないでくださいとかここまで落ちると膝が曲がれなんか痛くなりますよとかでそれ考えると正直言ったらじゃあ iPhone ができる能力をどんどん制限していきましょうっていうことなんですってことは我々は iPhone にあるスペックっていうものを把握しきれないで終わるっていう人生と同じであって 今って不思議で人間が持つスペックをどんどんちっちゃくしていきましょうよって生活もそうじゃないですか外に出ないで動かない生活しようよってだけど人って体が壊れていくんですよわかりますか膝を動かしてない人が膝が痛くなるわけですよねなんでしょうね人間って面白くて自分たちが持つスペックってものをアウトプットしていかなきゃいけない動物でありいけない構造なんですよ だからこれ見ていただくとわかる。この子、この子すごくいいですけど、この足の指の関節、足首の関節、膝関節、股関節、そして脊柱のまっすぐなんて。これ、これ、本来は我々着ていた着物だったりとか見てもらえばわかると思うんですが、本来我々っていうのはこれができた、いわゆる人種であったんですけどね。生活とともにいろんなことができなくなってしまって。 今すごい変な時代で、例えば僕がこういったことを急に処方すると、え、膝痛くなるからって言うんですよ。それね。よく考えた方がいいです。それだけ自分の体が使えない体になっていってるんです。じゃあなんで痛いから逃げようっていう発想になるかは僕はいつも理解ができないんだけどリミ、自分の体にリミットがあるんだったら回復するようにしていかなきゃいけないじゃないですか。それは処方したトレに対して文句を言うんじゃなくて、あ、 これはどうしたら良くなるんだろうできるようになるんだろうっていう発想になればいいんだけど、世の中の情報が軽すぎて、あと商売道具ですよね。簡単なことで簡単に回復しますよっていう時代じゃないですか。特に日本人の購買心理っていうのは、はい、楽、短時間、ね。で、そしてお金が安い。この商売、これ揃わないと物が売れないんですよ。ね。 でも人間の人生そんな簡単なわけがないじゃないですか。子供たちに言います素振り3回やって大谷翔平選手になるなんて絶対教えないでしょでも世の中の全部広告見てみてください。はい。3ヶ月で何十キロ。出せます。はい。これを飲めば膝痛くなくなります。大人って怖いんですよ、本当に。 社会によっていろいろ正当化されてしまって何かってうとどん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 自分のことがわからなくなってってしまうんですよ。で、何と比べてるかって言ったら自分とじゃなくて自分の頭にあるなんとなく価値観で他と比べるっていうね。じゃああなたはどうなんですか自分はどう、どう思いますかっていう問いに対して答えられる日本人ってとても少ないですよね。誰かと答え合わせするようにして答えますよね。えー、っと、うん、私は、えー、っと、みたいな。 だから自分自身を把握するっていうことは体を使うとどんどん分かるようになります僕の動画でこのねチェックやつあのやってますので是非見てみてくださいすごくいいですだからこういうねことをね自然にやる人たちもうこれ最高や俺おおすげえ関節きれい こんな綺麗に関節温存されるこれね、わかりますリン前にクラプスしてしまうことを、脊柱まっすぐキープできる子。これ、全然違いますよね。この時点で。s e 後ろにボーン、肘の進展する位置も全然違いますよね。つまり、膝から胸にかけたの筋膜だったりとか、そのいろんな適合性の反応が、 リミットが制限されてないからだ制限されてしまうと前に倒れてしまう引っ張られるんでうえいやラボイスすっげえパフォーマンス高いですねこの子すごいよこの子もすごいおお <laughs> この子はすごいですねめちゃくちゃ引っ張る そしてこの手のディテールのし死んでなささ素晴らすぎるあと面の見せ所とこれわかりますかこれ股関節から動くから足首死なないでしょ背屈しっかり維持してメンバー全員素晴らしいうー腹が腹が生きてるよね潰れてないですよねうー柔らかこのこの質感 <laughs> 腹が死なねっつうのはね、説明すーげえ難しいんだけどね、僕の目に映る感覚でこれいろんなとこで説明してるんですけど、なんかわからないですけど、腹にちょっと支えとゆとりがあるんです。だからこそ、そっから、もう肋骨、そっから遠移していくもの、肋骨、鎖骨から、検査関節から、 もう手首指先ヘッド、えー、股関節からもちろんそうですけど膝関節がすごく力みなくて自由化されていてそして線でまとまってるんですよねこれがないとこうボワッとこう横に広がって四示底面がちょっと広くなってく感じそれがないんですよすごく糸みたいなこういう感じの中なんだけども何か強い針でこう守,守られてるってわけじゃないんですけどね うんなんかね安心感がめちゃくちゃあるんですよ動きにこれは全部こうバーンと面でなんか僕とかはなんか感じるんですけど腹がしな,ないからめちゃめちゃ足の動きがギリッギリまで音繊細まで使えるこれ。 クーってこうドラッグしてくる中ではこの左足のこの安定感っていうのかなそうだから必ず面で取ってくるでしょ内ももって面なんですよで面で取るって股関節外旋しないきゃ難しいし逆に楽勝エネなんですよね股関節外旋しない方がだけど股関節でバーンと外旋してる中で面を正面で取ってきながら足をうまく使ってこのドラッグ滑らしていくでこれ これ JYP とかよく言いますけど JYP さんのよくね言いますけど、えー、第学のラインさっき言った線です体格のラインはもう踊りの中でかなり使うんでね X ラインですねこの膝からのこの腸骨に向けてもそうだしそうだから定規引くと全部こう見えるからここのねディテールのしのなさ素晴らしいですよね うわ、これ分かります今。やばい、こういう方々終わんない。左足のこのアイソレの取り方で、こっち右の股関節に力ブワーッと流れるくから、うーわ、持ってくる。これはほんと動きの質感高いですね。うわ、これはなかなか見ないですね。この使い方は。ちょっと、 あのえないぷんのニキくんとかまたちょっと違ってて逆に言うとちょっとこう,こうスッとこうどっちかというとねこうかなりスウェーバックの強い子ですごく力強さがバブーンってあったんですけどこの子の場合どっちかというとあのお男性のちょっとバレエダンサーじゃないけどなんかそういったちょっと重心な感じっていうのかなそれでこの、うん すごくここの股関節周りの可動域っていうのかな見せ方の面がぐわっと前で奥行き取ってくるんですこうやって,って,ってなかなか見ないすだ,だいたいこうオープンな感じですねブーンブーンっていうそれがブーンブーンっていう奥行きがあるっていうこのこの取り方はすごいですね 奥行きっていうのは市場面、全額面、横断面この全部の全部の面上の中で動きをクリエイトしていくっていうそうだから横断、横断じゃなくて全額も取ってから全額取って横断取って市場に動いてっていうそれを面白いですねこの胸椎の分離しているところからこう外れてこう動き出すんです,すごくこう ねちっこく見えるんだけどもなんかめちゃめちゃこの軸の安定感がありますよねそうだからこのヘッドですよね人間が軸を取るときって over オーバー・ o フ t っていうぐらいしっかり頭が軸に乗ることによって安定するっていうふうに研究している人もいますうんヒンジも深いこパワー系だねやっぱね たねー出たね出たねこういう風なね、動きやっぱやりそうですよね質感。イエス。いや、ちょっと待って、ダブーイズ。やばいわ。ちょっと待って。うわ、うわ、うわ。終わらない。うわ、やっぱこの子すーげえフィジカル高い。くわ。 あのねこういう負荷なんだっけな ?BTS のジミンちゃんかなすーごい。うーわ、めっちゃ動くね。うーわ、リプレイスのもう力強さ。ボーンく見てください、この後ろの子もね。素晴らしいでしょスプリットスタンス取るとき、こうなってるでしょもう僕の指導してる人たちね。すぐ線からずれんだけど。 あのこれが全てなわけじゃないよ。だけども、ここ、まあ、ベースはこれをちゃんとこういうね、スタンス取ってきてほしいですね。この赤髪の子ね。スプリットスタンスっていうんですけど。ちょっと待って、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ体動くな。おおあ、それで表現してたのか。ドン、ドン、すごいね。ドン、ドン、ドン、ドド、ド。 うんすごいねうおくわすーごいいやちょっと待ってもううーわえっとねこれ面白くてバンバンって言ったら分かりますダダって 一発骨上げてガガガッって打つ音したの。ただって <laughs>。そう、これ、あの武道ではしない動きです。こっちで取られるから。うんいや腰抜きってうんですけど、これはでも使い方すごい、意図的にやってるのか分かんないですけど、このパワー系の子はすごくダイナミックに共通一発伸ばしてるんで、一発。 うん。上がってるでしょで。この子はめちゃめちゃその動きがすごい速いです。ババって。ローディングのスピードがえげつないです。うわすごい感覚だね。深い人だから。骨を自由に上下のこの幅で とにかく早く使えるっていうのは筋肉の弛緩スピードってものすごく速くなきゃいけなくて力みが生じると絶対人間動けないでしょかいかに力み外すかっていうことがめちゃくちゃ重要で筋肉なんかつけるよりも筋肉を弛緩させるスピードを鍛える方がもっと難しいです本当に むしろ長,長生きしたいんだったら緊張は取らなきゃいけないじゃないですか。だけどみんな筋トレ大好き。筋トレしてください。筋肉をつけろ。筋肉つけることって一体何なのって、どん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 なってくるでしょう。筋肉つかない、筋肉つかない、つかないぞ、筋肉なんて。僕らのプロフェッショナルでさえ筋肉つけようなんて思ったことない。なんで世の中はそんな筋肉、筋肉、筋肉ばかり言ってんのかがよくわからない。 我々の筋肉っていうのはどん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 発火しなくなってくるから今神経のプラグが外れてくるからそれをまずつなぐ作業からしなきゃいけないでしょなのにつける筋肉つけるののプロテインなのあーなのああだのってなんか最近ねもうむちゃくちゃになってきてるのね商売するために本当にね変えていかなきゃいけないと思いますよう,んうわーすげえ動きが オービエスおいめちゃめちゃこのパワーキャラうーわすっごい取ってきたやっぱりねやるよね絶対うわほらふっくいツセットふうお この子の体の使う幅すごくないですか首伸びちゃったみたいなってここ,ここまでちゃんと使ってるもんねなかなかいないですよね頭の先までここまで愛ソレ取ってくる人いないよねうわやわらかい股関節 この子もいいっすね、マジで。これ、これ、これ、これやってくる人あんまりいないっすよ。まだ見たことないかも。ここまでちゃんと遠意的に体使う人。マ、ま、ジで。うーわ、ここ、すごいわ、この子も。うーわ。 これ、こんだけ股関節進展して面見せてくる大体ほら分かります顎引いてしょ屈曲するんですごいっすよ。これはね、ほんとエネルギーっていうか骨盤が今上向いてるじゃないですか。股関節進展っていう動きしてるんですけど片足軸で進展これだけできるっていうのは現代でなかなか考えられないです。なぜならスマホばっか使う時代です。パソコンばっか使うから無理なんですよ。 なかなか見ないですね。ここまで進展作れるっていうのはね。疲れてきた。Oh, t h i s two are so amazing. えちょっとすげえ<ー>な。お <laughs> お。この二人ちょっとなんか。 エネルギー使う幅すごくないですか柔らかあのね人のでも動きって曲とかで本当に大きく変わります今僕ここで騒いでるけどもしかしたら別の曲見たら違う人にピーピーキアケ言ってるかもしれないですからねうわめっちゃ点取る これ分かるこの面の見せ方とかかとの上がりダイアゴナルラインね体格体格体格でしょ肩骨右足右からのこのオブリックスリングオブリックラインって言って前側のね これなこ、この子もやってるわ。うわ、すごい。このみんなすごいわ。この子もすごい。うおぉ。すっげえ愛するまい。うわ、股関節の抜け方綺麗だな。スーって股関節から抜けていくね。ちょっと待って、面白いな、これ。疲れるけど。 おぉ、こんなの何曲も歌った後にやれるのきついな <laughs>。うわーこれ究極の原則ですね。ぎゅって、これ分わかりますヒールハイキングでございます。ござゃいます。ここで股関節屈曲せずに。 ギリギリまで,で膝つくとこれはいいパフォーマンスですねすごく綺麗この足をススッとまとめた時すべてが関節インラインに入ってるしかもこの子は外旋位に来てるっていうねうわ柔らけ股関節ブームこれスクープもうこんな上がってますよ こんなにこれ股関節クッキングがなこれ働くってのはの軸の足ですね軸の足のここはさっき言ってた進展ここが柔らかくないとまず足上がんないからねう,えうわめっちゃ重心じゃないけどすーげえウェーブが 上がってってしょこれほらつま先うわやらかうわーこれ保ってるな本当にこれここの軸めっちゃ減速してるうちょっと待って oh my god すーげえ綺麗シャープうーわっくわこの子ほんっと動きやばいグーフこれはちょっと日本勝手ですこれはく,くー走りまくりですもううわめっちゃ柔らかいっていうか このこのねこの体の質感持ってる人はなかなかいないなうわめっちゃめちゃ動くわうーわめっちゃ足の使い方うまいこの原則うえ いやちょっとすげえなこのメンバーは疲れた。